Kyoichi, 今日の作戦は？シミュレーション X。 X？ そんなのあったか？高橋涼介だけは特別だ。この日のために練り上げた作戦だ。シミュレーション X で必ず勝つ。カウントを始めるぞ！ 5、4、3、2、1、ゴー！兄貴がいつもの調子さえ出せば、ランエボ野郎なんかに負けるはずがない。ロスケは相手を先に行かせるのに、この先どうなるんだ。勝てる、このバトル勝てる。こうして後ろについていると、リョウスケのやろうとしていることが見える。俺はリョウスケを見切った。もやもやしていた霧みたいなもんが全部吹っ飛んだぜ。俺は忘れちゃいないぜ、リョウスケ。お前も多分分かっているはずだ。今日のバトルは、互いの走りにかける哲学と信念の全てをかけたバトルだってことをな。確かにお前は速い。だがそれのどこが峠のテクニックなんだ。お前のやっていることはレーシングテクニックそのものじゃねえか。速さにこだわれば、結局行き着くところはモータースポーツのテクニックしかないんだ。俺の信念が揺らぐことはない。来るぞ。どっちが先だ？ FC か、エボ3か。 FC が頭だ。見せてやるぜ、リョウスケ。この1年間の走り込みの成果をな。ここからだ。ミスファイアリングシステムと四駆の進化は。抜かれた。高橋涼介の FC が抜かれた。恐ろしいほどの戦闘力だ。間近で見せつけられると改めて舌を巻くぜ。だが今初めて気がついたわけじゃない。昨日の段階で分かっていたことだからな。ミスファイアリングシステムと 4WD の恩恵は絶対だな。低いギアでのフル加速だと置いていかれる。だが高速コーナーならば付け入る隙はある。やはりな。続々するぜ。最高のゲームだ。乗るか反るかワンチャンス。チラチラと見え隠れする針の穴のような突破口を突く。来たぞ。やっぱりエボ3が頭だ。突破口は右だ。キョイチ、お前の欠点は
右サイドの恐怖心を克服できていないことだ。はっきり言えば右コーナーが下手くそだってことさ。FC は外から行った。すげえ、エボスリーが貼り付けられて前へ出られない。くそ、これじゃ4区のトラクションもミスファイアリングシステムもパワーを発揮できねえ。すげえ、 FC が頭を押さえたまま立ち上がっていく。引け高橋涼介、引け引け引いてくれ。